まあ、ネーミングということなんですけれども、まあ、ぶどう姫、浜松はゆるキャラですね、家康くんというのが。ゆるくないんですか、妙に人間の形をしていて、そう、だとして高いね。そうだね。それでは津島さん、改めて自己紹介をお願いします。はい、慶応義塾放送研究会77期津島鈴鹿と申します。ご無沙汰しております。香川県出身の大学1年生津島鈴鹿と申します。津島さんの場合だとうどん姫かなんかを作ってですね、それからそのうどん姫に着せる衣装とかですね、さらにうどん姫が食べるうどんとかですね。そうです、はい。頼んだことなら町の人に聞くのが一番。すごいスパイシーで、うどん姫と、はい、そうです、以前から、はいはい、ネーミングをつけていただいて、ネーミングしていただいているので、はい、今回はそのネーミングについて、はいはい、話していきたいと思います。うん、はい、まあ、ネーミングということなんですけれども、うん、まあ、うどん姫、うん、まずそのうどんというその、うん、まあ、有名な香川県の出身なんですけれども、うん、はい、うどん県という言葉をご存知ですか、うん、皆さん。このうどん県、うん、これは実は因縁があるのではないかというふうに思っておりまして、うん、はい、というのもですね、うん、うどん県と言ってもうどんが有名なところは大阪とか、うん、他にもいろいろあるじゃないですか、うん、なのにその香川県がうどん県で売っていくまで の、 そのストーリーというか因縁というか、うん、そういうのが、うん、あるんじゃないかなというふうに思って私は今回ネーミングを選びました。はい、はい、しかし香川県がうどん県として、みんなが考えるようになって誰が得をするんでしょうか。そうですね、うどん県民でしょうか。はい、うん、でもなんかさぬきうどんのチェーンって香川県が本社のところがないんじゃないでしょうか。言っております。そうです、うん、だから他県の会社が儲かってるだけなんだと思うんですけれども、森上製麺も兵庫県の会社です、はい、うんうん、まあ、でもうどんのとか、うん、もううどんにまつわるものばかりなんですけれども、うん、はい、まあ、香川県に限らず浜松とかでも、はい、うん、はい、まあ、浜松はゆるキャラですね、うん、家康くんというのがいてですね、そう、私がモデルだと信じてる人もいる。まあ、そう言いつつもこの間家康くん起き上がりこぶしを買ってしまいました。今日持ってくればよかったですけど、可愛いんですよ。気になります、はい、で、てかですね、なんとか47都道府県の中で認知度が低かったらば一生懸命になるのはよくわかるんですよ、はい、でもうどんなの。でも徳島県とかどうするんでしょうか。徳島すだちが有名な気がしますけれど、うんうんうん、すだち県とは言わないですもんね。あ、そうそうそう、はい、高知だとね、はい、龍馬なんですよね、空港の名前。そうです、はい、あとはカツオのたたきなんですよ。はい、というふうに。でもこれ結局ですね、全員が不満がなくできるものがやっぱり限られてくるということかと思います。不満がないのがうどんだったという。そうですね、はい、結果論です。愛媛だとみかんなんですよ。そうですね、はい、ゆるキャラもみきゃん。そう、はい、そうですね。しかしみかんとすだちに挟まれてうどんというのはですね、決して悪くはないと思います。本当ですか。はい、そうなんです。でもこういうですね、でもこれは結局あれですね、小さな自治体に自信を持たせまいとする陰謀なのではみたいな感じにむしろなってしまいますね。うどん以外はもうないじゃないですか。そうですよ。はい。もう消去法でうどんになった、はい、うん。そうですそうです。その陰謀がいいかもしれない、はいはい、そうそうする。やっぱり仕組んでるのは東京の人なんでしょうか。あ、そうですね、うどんしかないというふうに思わせて、はい、
はい、うん、そうですよね。大分にとって別府はごく一部なんですけれども、きっとあの温泉県なんだと思いますよ。あ、温泉県、はい、そう、もう別府しかないように大分県民には思わせてしまって。そうです、はい、あ、陰謀ですか。はい、そうなんです、はい、うん、そうなんです。ただですね、はい、日本全体で、なんか自分の県、下手すると自分の市と東京以外のことは何にも知らないという人はものすごく多いかもしれない。あ、47都道府県あるから、うん、そう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 、うん、例えば豊島さんはですね、はい、東北の県とか全部言えます。怪しいですでしょ、はい、はい、いや、だから北海道行くと九州が全部言えないとかあるかもしれない、はい、うん、はい、まあそんなもんなんです。要はですね、日本小さいように見えて実はものすごく大きくて多様性があって、で全体を把握するのは難しいんですね、うん、私も大学生の時とかはですね、何も知らなかったですから、日本国内のことは。本当ですか。そうなんです、はい、世界の方がご存知だったんですか。まあ、それもよく知らなかったんですけど日本国内はさらに疎かったです。あ、というのはその東京から出られたことがなかった。もうほとんどなかったですね。あ、他になんか東京以外で行かれたことのある県とか。ニューヨークとか。おお、かっこよすぎる。はい、まあ親に連れられて行っただけでなんですけれども、そっちの方が詳しかったです。お住まいの。そうです、そうです。ご出身のですか。東京ですよ。あ、東京、はい、では日本の、うん、広い日本のことはよく分かった。そう、そうですね。だから日本って広くて多様性にあふれてるなと、この10年ぐらいです。はい、そうなんです。と、まあ、なんかどす黒い陰謀論の後でですね、ちょっとホッとするような話題になって安心いたしました。はい、ありがとうございます、はいはい。そんなところで草薙さんは何 か、 なんかネーミングに関してなんかこれって陰謀かもとか、なんか変だなって思うこと。でそのゆるキャラに関してはさ、例えばふなっしーくんであるとか、うん、くまモンであるとか、ネバールくんであるとか、いろいろその有名なゆるキャラがたくさん出てきたと思うんですけど、ネバールくん知らない。あ、ネバールくんは茨城県の納豆だから、納豆だから、ね、まあ、ただまあそうですね、この6年前ぐらいに流行ったんですけど、うん、そのまあ、テレビにはたくさん出てたイメージなんですけど、うん、それでなんだろう、船橋が例えば船橋の PR をしてるところとかあんまり記憶になかったっていうのがして、まあ、ネーミングとは別なんですけど、うん、そのゆるキャラの実際のところの地元に対する貢献度みたいなところが、うん、あまりにもちょっと薄いようにはい、ただのキャラクターになっちゃってる、はい、そういうところはちょっと気になる。まあ実際にですね、各地に足を伸ばすとゆるキャラの着ぐるみが出てくると大人気ですよ。まあ多分何の着ぐるみが来ても大人気だと思うんですよ。子供が騒いでるわけで、はい、まあでも茨城といえば水戸ですけれども、はい、水戸将軍で水戸黄門様とか、はいはい、いろいろある中でネバール君っていうのは、うん、徳川家としてはどうですか。はい、いや、茨城県もですね、土浦とかですね、筑波とかいろいろ主張があると思うので、はい、納豆でまとめるのが正解なのかなと。確かにまとめると納豆。はい、ユニークなネバール君、ぜひ。うん、そうですね、はい、ちょっとなんか見たくないような感じです糸引いてるんでしょ。糸引いてるの、その納豆自体ですね、伸びる。なるほど、よくわかんない。そうです、はい、うん、動画こう伸びる。はい、そうですね。はい、そんなところで藤村さんなんか好きなゆるキャラとか、なんか気になっているキャラとかありますか。名古屋の、そうですね、その岡左衛門とかはよく、うん、地元で見たりはしていました、はいはい。岡左衛門怖くないですか。最初怖かったです。すごい怖かったです。緩くないんですか。妙に人間の形をしていて、そう、あと背高いんだよね。そうだね、ゆるキャラなのに。そうだね、はい、背が高いね。ナッシーも小さいイメージがありますけど、お飾りも丸いもんじゃなくて、そう、丸くないね。丸くない、人間そのものみたいな感じですか。
人間のようなシルエットですね。わー、うわーとか言って。はい、樋口さんは群馬ですけど、はい、群馬はゆるキャラ何人かあるんですか？群馬ちゃんです。群馬ちゃん、あ、皆さんご存知ですよ。馬のゆるキャラグランプリ1回撮ってる、うんうん、あ、へぇ、そしてもう有名なはずです、うん、はい、可愛い馬の形をした群馬ちゃんで、やっぱりイベント、群馬のイベントとかによくいて、うん、私も小さい時に群馬ちゃんと写真いっぱい撮りました、もう全然妹関係なく可愛い、可愛い馬ちゃん、はい、はい、そうですね、まあ、自分いろいろうまくいかないのは誰かの陰謀かとか思ってる人たちもいるキャラを見てホッとするというそういう知恵が働いてるということだと思います。深いです、はい、そんなところで飯広さん、このネーミングに関する陰謀の可能性は何パーセントだと？まあ、もうゼロですね。ゼロパーセントで、はい、そうです、はい、ありがとうございます、はい。僕が選んだのは明治時代の江戸っ子虐殺説という日本のです。江戸の町の可愛い女の子たちに夢中で人を殺すどころではなかった、うん、もう本当です。実現しなかった大阪新政府という、そっちが自然な流れなんですよ。でそれが